さあ始まりました、ブラックパイナー SOS の YouTube。 イエイ。はい、というわけで今日は何の回か分かりますか？はい、いや、分かんないです。なんとなく分からせてよ。なんとなく時期的にも、まあ、あとなんか多分ちょっと先月ぐらいもなんか来月あるよみたいな話もしたし、なんか荷物の雰囲気とか、この間のとか。荷物の雰囲気とか、この間の。北海道行ったんだよ、大体わかんだろ。勘が鈍いな。北海道。え、まあ北海道行ったことある。ありますよ。何行ったの？何で？うん。あの、堀江。なんで動画撮ってこないんだよ、お前。俺は毎年毎年動画撮ってんだよ。お前、堀江も。の向こうで会ったのにコラボするみたいなので、なんでそんなにこんなやってないだろお前。なんで険しい顔してずるいな。1年前のだから熱量をそれで来ちゃダメだって、はい、ちょっと熱量を、はい、北海道に、旅行行ってきたので、はい、その動画を自腹で。自腹っていうか別に人のお金では行ってないか。人のお金では行ってない。そう、人のお金で自分のお金で行ってない。行った？自分のお金っていう概念でやってないから俺。ペリカでやってる。何でやってる。僕はお金じゃないですか。ペリカもお金扱い。お金じゃないで、どうで歩いていくわけにいかないでしょ。なんか乗らなきゃいけないでしょ。毎年毎年友達の前で行ってるの決まってんだろ。それ言わないと。はい、というわけでね、まあ、毎年の恒例行事なんで、はい、とりあえず VTR 見てください。はい。今空港にいて、今から年に1回の札幌行きます。で一人です。今日はどこに行くんでしょうか。なんかめっちゃうまそうだけど買っちゃおうかな。でも小樽来てパン食っていいのかな。さあ、というわけで今ね、小樽駅に着いたんですけど、ちょっと今パン食べようかと思ったけど、さすがにちょっとパン食べるのは違うかと思って、なんか何にも情報あんま調べてもないんですけど、三角市場っていうのがあるっぽいんで、とりあえずそこで何か食べようと思います。すいません、こっから3号館北一ホールって歩けるぐらいの距離ですけど、ね、北一3号館、はい、なんかどこ、喫茶店みたいなのってあるんですか。うん、パレス
喫茶店みたいな三号館北一ホールっていうのはなんか今ネットで調べたら有名みたいな書いてあったんですけど、あんま有名じゃないですか。なんか古いカフェみたいな。はい。結構な距離ある。わかりました。ありがとうございます。15分ぐらい歩く。ああ、10分20分。ああ、でも全然、あ、そうなんですね。はい、ありがとうございます。揺れるほど捨てた夜は夜空見上げているんだ。揺れるほど捨てた夜は。はい、というわけで、ちょっと小樽満喫したんですけれども、今南小樽駅から、いいですね、このほぼ誰もいないホーム、なんか北海道の駅に来たって感じしますけど、ちょっとホテル早いんですけど行ってみて、チェックインできたら部屋行って、ちょっとね、大浴場、去年ね、なんかこういう中だったんで、ちょっと入ってみたいと思います。なんか北海道。さあ、というわけで部屋に着きました。うん、十分十分。はい、うん、一応ね、うん、十分。ちょっと外の部屋のあれを見ようか。よいしょ。うん、いいですね、30階。はい、それでちょっとゆっくりしたら風呂行ってみようかな。ね、風呂行きましょう。最高最強、最高最強。最高でした。多分ここから飯を7時にみんなで食べに行くんですけど、それまでちょっと仮眠しようかなと思ってるんですけど、こういう時また髪の毛に何かつけるのか微妙かな。ちょっと軽く寝てから考えます。おやすみなさい。
ってたジンギスカン屋さんが予約できたできたんだけど、サイクアスパラ食ってくると、あ、それでアスパラ食ってた。新鮮な、はい、赤身なのでレアで焼いて、このお塩の野菜が、マジっすか、はい、今日は12ヶ月のホゲッタですね、うん、レア大丈夫ですか。めっちゃハラミうまい。臭みもなくて最高。この中で LD の最悪の。同じ土俵にこう立ってる。インフレ率って上げてんじゃないの。マジごめんみたいな。めっちゃ抜き出して。それで大胆。それでなんか買ったなと思うわ。それ以上の楽しいし。だから喧嘩して深まることもあるってことだよね。頑張ったか知らんけど、まあ、なんか延期になってよかったなみたいな、うん、それぐらいで切りたくないなと思ったから仲直りしたってことでしょ。それでもうどうでもいいやと思ったら来るでしょ。この後でもこんな仲良くなると、こんな付き合い深くなると思ってなかったけど、でもやっぱなんかそういうのが、ひなちゃんって言ったら全然気づかなかったわ。お前が見てんの、うん、俺卵無料。全然この時気がつかなかったわ。ちょっと辛いけど美味しいって言ってたなと思って、あ、これなんだろうなと思って見てた。ひなちゃん、はい、というわけで見てもらったんですけれども、はい、また飛んでるじゃん夜。何が夜のないじゃん言ってる。その編集したの、編集したのじゃないよ、おかしいじゃん。だって夜さ楽しみに行ってるわけでしょ。いやいや普通にご飯食べて、あるなんかあの、まあ、あとは羊食べたらもう終わってんじゃん、うん、ジンギスカン食べて、うん、おかしいじゃん。ジンギスカン食べて普通にあのバーみたいなの、いつ1秒くらい映ったやつ、うん、まあ、2、3秒 でその後は、その後ないじゃん。その後、部屋で俺焼きうどん食べてたでしょ。その、あの、ま、北海道にしかないコンビニ、なんつだっけ、あれで買って、うん、セイコーマートで、セイコーマートで、うん、なんか110円の焼きうどんと焼きそばを買って、110円、そう、安くてめっちゃうまかった、うん、いやいや、その、ないじゃん、全国、そこの、ね、何を期待してんの。いやいや、ね、ね、え、何、男だけって言ってんだよね。男、うん、男4人で行って、向こうに人住んでる1人、うん、はい、で、男5人でしょ、うん、おかしいじゃん。あれ、すすきのらへんでしょ、うん、いや、でも、マジで言ってないよ。って言え、言ってないことない。で、結構どれ、何人結婚してんの、そんなの。3人。じゃあ、2人は、うん、結婚してないのでしょ。自由っちゃ自由で。何したんですよ。あのね、いいね、ちょっと、うん、でこれ、じゃ毎年だけど、毎年マジで言ってないの。で、じゃよく、多分ちょっとね、うん、出てると思うけど、うん、喧嘩してみる。あ、なんかあれね、うん、恋愛相談みたいなの受けてた。じゃなくて、違くて、ね、あれ違うの。あのバン、あの普通に、地元のやつ見せたら嫌だけど、あの、うん、ジンギスカン食べたでしょ。うん、でその後に、うん、バーみたいなのみんな行って飲んだ。うん、でそこで一人喧嘩で怒って帰ってたホテルに。ああ。だから、あ、そこの内輪揉めなんだ。あ、そうそうそう、あ、知らない人に出したわけじゃない、うん、で、一人がここって帰っちゃったから、うんうんうん、この後ラーメンと行こうと思ってたの、頑張って。あ、そうです。スープカレーか、うんうん、夜の街かは分かんないけど、夜の街じゃないけど、だってジンギスカンお腹いっぱいじゃん、うんうん、で、一旦バー挟んだら、はいはいはい、スープカレーとかラーメン行けるかなと思ってたけど、うん、そういう空気じゃなくなった、うんうん、なるほどね、だから仕方なくて俺セイコーマートで焼きうどんと焼きそば買って、うんうん、あの、俺の部屋じゃないじゃん、だから二人部屋のやつもいる、うんうん、そこに行って、うんうん、まあ喧嘩してもなみたいな話をしてもあ、なるほど。俺なんかそのカップルでのなんかそういう話じゃないんだ。
そうそう、もう行った友達の喧嘩、行った友達もあるし、まあそういうなんか他の喧嘩のこともあってこういう時、うん、だからそのこの朝までは喧嘩続行してたのよ。そうだ、いやいや、もうこの年になって喧嘩する？旅中喧嘩っていうか、うん、一人が怒って帰っちゃった。なんで怒んの？まあその内容はちょっとあれですけど、その指名が被っちゃったみたいな、あの店で、ね、なんつったのかな、まあ、ちょっと万が一見るかもしれないからあれだけど、うんうん、まあ、ざっくり言うと、うん、なんつったのかな、ざっうまくも言えないけど、なんつったのかな、でもこれ本当に怒っちゃったから、うん、本当に怒るような内容なの、来たの君からしたら、周りの他の4人からしたら、なんなら、まあこれは良くないんじゃないんだよ、周りが言ってるわけで、本人は別にいいじゃん、まあでも別にいいんだけど、別にいいんだけど本人がいいなら、うんうん、だけどまあまあ一般的に見たらあんま良くない部分もあるし、そいつにとっても良くないみたいなのもあるんじゃないっつったら、うんうん、なんか気づいたら全然喋んなくなったの、5分ぐらい、うんうんうん、あれなんか気分悪くなってんのかなと思ったけど、うんうん、まあまあ普通に喋ってたら、ちょっと帰るわって帰っちゃった、うん、ちなみにその帰るわって言った人は、うん、君がそのマイルくれてる人、くれてない人、ね、これ微妙なんだけどだそこ結構大事じゃない、そこの、いやそれで別に前のくれてない人からいいとこはないでも、うん、普通に次の日の朝、うんうん、まあ、ちょっと昨日ごめんみたいになって、普通に仲直りして、普通にみんなであの丼、海鮮カレー行って、ね、その後もラーメン行ってっていうのは、もう全然解決はしてるんだけど、まあ、解決してほしいよ、部屋でコンビニの飯食ってるのはそういう理由ですそういうことだったんですね、うん、ラウンジと堪能しましたね、そのアピールとかも、ただ普通に空港行ったそうでしょ、まあ、ちょっと時間ない時があるよね、空港行くと。でも本当にさっき去年も言ったかもしれないけどさ、うん、俺は多分去年お年寄りだから分かんない、何か的にも、もちろんその友達のあれで、うん、入ったの初めてだけどさ、はい、こんななんか金持ちたちはこんな隠れ家で満喫してんだと思うとさあれお金ってかかんないんだっけ、かあの本人はかかんないと思う、ただ俺みたいななんか付き人みたいに連れていくと、そうなんか2人ぐらい入れるんだよね、そうそう、まあ、1枚のカードね、だけど、うん、なんかうん、いくらかかるみたいな。で、俺と、あ、俺同じ冊子のやつがいる。あ、いる、いる、有名な。あいつはすごいね、もう。もう、ビールばかみたいに飲んでる。え、無料なの？無料だよ。あ、え、その人は、お金かかんないの？一人だけなんで。飲み放題。あ、あ、何の？あ、ラウンジの中で飲み放題。そうだよ。あ、飲み放題。だから、もう狂ったように飲んでる。あ、まあまあ、でもいいじゃん、飲み放題。いいんだよ。いいんだけど、びっくりするのが、うん、マジで、その、その帰る日、帰る日とか一泊しかしないんだけど、うん、俺がマシュマロあるからちょっと早く来てっつって大事な仕事マシュマロって言うことだったので、はいはい、時に、空港、その朝海鮮市場行って食べてたじゃん、はいはい、丼みたいな、で、したらまだ結構時間あったの、俺はスープカレーとかおかず行きたいなって話したら、その一人のやつが、うん、いやさ、早く空港行こうって言うわけ、うん、なんでっつったら、なんかそいつがレンタカーみたいな運転してるから、うん、空港行かないとお酒飲めない、なるほどね、まあまあでも空港にもいっぱい別にご飯屋さんもあるし飲み屋さんもあるからいいよっつって行くじゃん、まあまあ、でラウンジに行けば飲み放題、うん、だけどラーメンの時から自分で必ずビール飲んでる、いやいや、あの俺まあまあ分からんでもないよ、不幸だったらいい、不幸だったらいいけど、あ、君と同じ立場だからあと10分だったら無料で飲めるよっつったけどもう我慢できないわけ、まあ今運転してたしね、そうそう、まあまあじゃあ、まあ、本人がいいんだねって言って、うん、で限界まで飲むわけ、うん、で飲むときに、あ、飛行機乗るときにまたもう一本買ってんの、あ、それは自腹で、そう、飛行機で飲むよ、そう、まあ、すごい飲むね、その人すごい飲むねっつって、うん、まあまあだからもしかしたら、うん、普段がだから奥さんとかの目が怖くてあんま飲んじゃいけないのかもしれない、あ、なるほどね、まあまあ一人だし羽伸ばせるのもあって、まあまあその、ね、夜の話とかは喧嘩した話はいいんだよ、もっとなんかあの小樽の雰囲気、小樽の雰囲気、いやよお前なんでいつもさ毎年恒例なんか夜のやつ行ってんのにカットしてみたいに言うけど、これマジで行ってないし、マジで行ってないらしい、行ってないらしい、だって普通に、まあ、そう言いたいって、これ受けたなと思ったらこれアドリブで言ったんだけど、なんか普通にいつもあの、まあ、そういうさ、そういうすすきのとか行ったらそういう風に思ったりそうじゃん、うんうん、いやでも毎年別に俺らはあの白い恋人を持って行って持って帰ってるもんなっつってたらみんな笑ってたよ俺アドリブで言ったの、何白い恋人ってそんな言い方ないじゃんっつって、うまいと、これを作り話で言わないと思う、どうでした、まあ小樽、俺小樽は行ったことあるの、行ったことないけども、小樽は分からない、そんなに北海道、俺札幌何回行ったことあるの、
1回1回なのに4回みたいに喋んなお前。小樽はってか北海道に1回しかないんだろ。うん、小樽はない。小樽はってか北海道1回なんだろ。2000個。うん、いや、そうかもしれないけど、俺多分5回ぐらいあるよ北海道。小樽、うん、どうでした。小樽、うん、まあ、なんとなく雰囲気伝わったかもしれないけど、マジでね、うん、あの、赤レンガ倉庫とかあそこら辺に似てる、あの関連とか横浜の感じに、本当にあの海沿いのになんか、うん、ちょっと古き良き明治時代まで言わないけど、ちょっとなんかレンガっぽいというか、なんかちょっと昔の、うん、文明開化の匂いがするような、なんか古き良き倉庫とかあって、で俺初め市場行ったじゃん、うん、でその後にさ店員さんが聞いてたじゃん、うん、あのカフェみたいな、ね、そうそう、それはなんかちょっといい感じのカフェだった、うんうんうん、だからあそこをちょっとなんか有名っぽくて調べたら、うん、ちょっとあれなんか明治時代みたいな、なんか昔っぽいが、昔のスっぽい。で、俺あのまたさ、多分大学生だと思われてたと思うけど、いや別に見た目が若いとかじゃなくて、その辺が、いや俺さ、あのさ定食屋の人に聞いてたじゃん、うん、定食屋っていうか、あの、あれ2000円いいじゃん、あ、まあいくらとかねついてたからね、うん、そう、いくらあの量あって、うん、それで普通にホッケ丸ごとあってさ、うん、それでここに刺身定食みたいなのもあってさ、うん、それで俺なんかまあ貧乏症だからさ、うん、ご飯が流れてたわけ、あの おかずが多すぎて、まあ、まあおかず多いね、そうで、いくらどだってあれだけでいくら丼で行っても下手したらいいぐらい、いくら意外とあって、うんうん、これでご飯なくなっちゃったなと思って、うん、これハンライスとか、 なんかライスとかメニューに書いてないわけ、うん、で、なんか俺あの前にさ、ちょっとどうやって行ったらいいですかねって、うんうん、なんか一人で来たんですけど、うんうん、で、まあ15分で歩けるよみたいな話してたらさ、その後にさ、すいません、あのご飯ってこれなんか頼んだりできるんですかね、うんうん、いいよ、ありがとうって、なんか、おばあちゃんと、まあ、おばあさんというか、まあ、お姉さんみたいな人が、うん、やってたけど、うん、いや、大盛りにしてくれ、はい、無料みたいな感じでくれたの。多分また、俺、前もさ、写真撮ってもらった時もさ、うん、俺なんか、一人旅行大学生みたいな、うん、なんか、だって、大盛り、ご飯、めっちゃ大盛りの子、はい、サービスみたいなのやんない。これ、44歳の人やんないじゃん。まあ、まあ、君、大きいじゃん。でも、多分あんまちゃんと顔とか見てないと思うよ。なんていうの、こんな感じでどうやって言っていいですかねとか言って、あ、すいません、なんか、なんていうの、俺なんかさ、そういうキャラに入っちゃう、なんかおじさんだってさ、そんな言いづらいじゃん、まあまあ、どこ行っていいですかねとか、なんかさ、ね、この感じでさ、どうやって言っていいですかねとか、あ、すいません、ご飯大好きかねとか言って、44歳とか言わない、言わないね、うん、って言ってたの、はい、おまけとか言って、なんかこんなご飯大盛りでさ、ほんで、そのおばあさんみたいな人はあれだけど、多分そのおばあさんっていうかお姉さんみたいな人は多分俺と同じ種類なんだけど、はい、頑張ってねとかさ、まあ多分それぐらいだろうな、44、45とかね、そうそうそう、ありえるからね、そうそう、でもそれで教えてもらったとこ行って、うん、いや、あのカフェめっちゃ良かったよ、雰囲気、あれもともとカフェなの、なんかすごい天井高くてさ、ね、多分小樽ってガラス細工が多分有名だけど、ガラス細工のなんかの工房とかの横にある、だからなんかガラス細工が、あの飾りとかもさ、ガラスがすごかった、だからガラス細工の一環として多分やってるような感じだ、なるほどね、うん、まあでもめっちゃ本当に、まあ、どこ行ってもそうだけど、うん、もう外国人だらけ、うん、旅行の、そう、ね、だからもう本当ね、どこ行っても外国語ばっかり聞こえてくる、うんうん、まあまあそれはしょうがないよね、特に北海道なんて結構ニセコなんてすごい外国の人がなんか来るんですよ、ダメとかじゃなくて、あ、ここもそうなんだ、もう最近渋谷とかすごいじゃん、あ、すごいすごい、そうだから観光地はどこ行ってももうめちゃくちゃね、あんま日本人の観光客とかいないから、ナンパしようと思ったけどできなかった、できないだろできないのにしようと思っただったらいいよ、なんかナンパに関しては厳しいよなんか夜の店は行ったっていや、それは別にいや、行ってもいいし、ほら、うん、ナンパできないから行ってもいいじゃん、別にそこは行ってもいいけども、固くないね、じゃあぜひ次は行った報告もお願いしますね、そっちもね、こういうお店っていう、うん、だって出てたら行ってないの、マジで、だいいよ、いい、行ってなくてもいいけど、こんな作り回して夜喧嘩してなかったなんて言わないだろそれは分かりませんけども、はい、まあ、楽しかったですか、そうね、だから一泊で、うん、だから大体もうさ、うん、みんなゴルフ行くから、うん、その間からちょっと YouTube 撮れる感じがあるから、うん、金曜さ、その、うん、横須賀だっけ、うん、横田くしとか、撮ってないけど、もうちょっとあれぐらい撮ってね、はい、ちょっとでいいから、はい、うん、撮ります、大変なんですよ、子供2人いると、だから、映っちゃダメだよまたやるのまた映っちゃダメやるからな、またやるのかって、どっちが先に言うかさ、分かんないから、内田君の子供が映ると、なんかしなきゃ最悪、そうそうそう、なんすか
再生回数は別に減ったり増えたり別にない。はい、ないですね。多分また、来年友達のマイルが溜まってたらいいと思うんですけど。はい、もう一応恒例なんで毎年。だ一応なんつうの旅行って言っても行ってますけど、うん、一応その向こうに。転勤で行って友達に会いに行ってるみたいな感じだったすごいそれをさなんか言い訳みたいに使ってくるけど関係ないからそこ別に旅行だから確かにだって今年は一緒にご飯食べてたけど、うん、俺去年、うん、会ってないからはあれそうゴルフだけやってゴルフだけで帰ってた関係ないじゃんだけどそのえゴルフえちなみに飛行機で余韻というか飛行機代だけ出してもらって泊まるホテルもうなんかくっついてるみたいなあのそのやっぱなそう思ったなんかそう思ったよ前回と同じとこ泊まってるからおかしいなと思ったの前回の申し訳おかしいなってなんで別におかしいなっていうことないいやいやお金払ってないなってだからお金かかってないマイルだから一緒だから別にそこはそんなよくお前そんな言えるないいの紹介してほしいなと思ってえそのあのなんだっけ地域納税に何だっけふるさと納税ねふるさと納税そんなもらってくせによくさ同じようなもんだろお前いやそれは全然違うよ同じだろお前兄貴の税金の返礼品でご飯食べてるやつ、人の前のそんな有権利ねえんだよ。申し訳ございませんでした。はい。はい。というわけで、また旅行とか何かありましたら、また撮ってくれます。というわけで、チャンネル登録、高評価、お願いします。